アレクサンドル・ウラジミーロビチ・ザハルチェンコの元、元首相。ザハルチェンコは、前任者のアレクサンドル・ボロダイの辞任後、2014年8月に首相に任命され、2014年11月上旬の首相戦で勝利した。ザハルチェンコは2018年に、彼が訪れたカフェに仕掛けられていた爆弾の爆発に巻き込まれ死亡した。 ザハルチェンコは1976年6月26日に、ウクライナ SSR のドネツクで生まれた。彼は、高科大学を卒業し、鉱山電気技師として働いた後工業でビジネスを、はじめ、内務省の放科協会でも勉強した。ザハルチェンコには、妻ナタリアと4人の息子がいる。彼は、アレクサンドル・ティモフェーフの子供たちの名付け親である。2010年、ザハルチェンコは、 オプロートのドネツク市部長に就任した。2014年4月16日、コンボライフル、自動火器を装備したオプロートの20人のメンバーがドネツク市議会の事務所を選挙し、この地域の状況に関する住民投票を要求した。オプロートはかなり貧困法制で、人質と拉致被害者の解放を手助けした。2014年4月までに彼は、 ドネツクの地元民兵組織の指揮官であった。この民兵のメンバーは主に市民と武道グループで構成されていた。ザハルチェンコは2014年5月16日にドネツクの軍司令官に任命された。2014年5月以来、ザハルチェンコはウクライナの中央政府に対する反乱で主導的な役割を果たした。2014年7月22日、彼は コシセベニアでのウクライナ政府軍との戦いで腕を負傷した。2014年8月下旬、DPR 防衛省はザハルチェンコの少々への昇進を発表した。ザハルチェンコは2014年8月7日にアレクサンドル・ボロダイの後を次首相に就任し、その後、ボロダイは DPR 副首相の座に就いた。ボロダイによると、ロシア政府の放棄が 草の根現象であることを西側に見せようとする努力のためにドンバス出身のザハルチェンコが彼の後を継いだという。ボロダイはまたザハルチェンコを個人的に首相に推薦したと主張している。ドネツクで新年のツリーの飾り付け2014年9月、ザハルチェンコはドンバス戦争の平和協定に合意した民ク議定書の DPR の主任交渉者だった。 2014年のドネツク議会選挙で、ザハルチェンコは78.93%の票を得て、首相に就任した。選挙の翌日に、オプロート組織のトップ、エフゲニー・ジリンは、ロシアのテレビ局同士とのインタビューに答えており、彼は、ザハルチェンコがオプロートのドネツク支部長に任命された、経緯と DPR のリーダーとしての彼の立候補が、モスクワから奨励された経緯について語った。 2015年2月、DPR 代表のザハルチェンコは、ミンスク通平和協定に同意し、これを、ルガンスク及び、ドネツク人民共和国の大きな勝利と呼んだ。ミンスク合意に署名した後、ザハルチェンコは、ウクライナ当局が協定の条件に違反した場合、国境から撤退しなかった場合、または、ドネツクの捕虜を釈放しなかった場合、ハリコフを奪い、 デバルゼボのウクライナの大隊を破壊すると述べた。さらに、ザハルチェンコは、デバルゼボ地域内の停戦に固執するつもりはないと述べた。彼は、その後、デバルゼボの戦いの終盤の2015年2月17日に、足を負傷した。2016年1月、彼は2014年7月のコジェフニアの村をめぐる、戦いを、私にとってのマイルストーンと表現し、それが、 我々の最初の攻撃だった。残念なことに我々は戦いの過程でこの村を事実上破壊した。家々を焼き払うことによって我々は自分たちの命と我々の人民の命を救ったと語った。議会選挙キャンペーン中にザハルチェンコは潜在的投票者に対し年金がポーランドよりも高いことを望んでいると語った。ザハルチェンコはドネツクは 非常に豊かであるためこれは実現可能であるとし、アラブ首長国連邦のようには石炭、焼金、天然ガスを有しており、首長国の違いは彼らは戦争をしていないことだと述べた。ザハルチェンコは普通で良き正しい国家を建設することを約束した。ザハルチェンコはいくつかの同性愛犬をの発言をしている。例えば彼は次のように述べている。この世代は 民主主義で育ちつつあり、それは家族が二人の父親や二人の母親を持てることを意味する。私にはこれは全く受け入れられない。ザハルチェンコは死刑を支持していた。2016年後半のツァールクラード TV でのザハール・プリレピンとのインタビューで彼は英国は征服されなければならず、それがロシアの黄金時代の到来を告げるだろうと語った。 国民ボルシェビキ等の政治活動家であるロシアの作家、プリレッピンは、ザハルチェンコは、ウクライナで、最も人気のある政治家トップ後の一人であり、ウクライナ大統領に選ばれ得ると述べた。2016年、プリレッピンは、アレクサンドル・ザハルチェンコが、主役の本を出版した。ドンバスでの戦争中、ドネツク人民共和国では強制失踪の事例が、多数存在する。ザハルチェンコは、 彼の軍隊が毎日最大5人のウクライナの破壊分子を拘束したと述べた。2014年12月11日までに約632人が分離主義勢力による違法交流下にあると推定されている。フリーランスのジャーナリスト、スタニスラフ・ワシエフは2017年6月2日に拉致された。当初、事実上の DPR 政府は 彼の所在を知らないと否定したが、7月16日、d p r の国家安全保障省のエージェントは、アシエフが交流中であり、彼にスパイ容疑がかけられていることを認めた。独立メディアは、d p r が管理する領域から報告することが許可されていない。アムネスティは、ザハルチェンコがアシエフを解放することを要求しているが、2018年7月時点で、 彼はまだ交流中であり、ハンガーストライキを開始していた。爆発事件後のカフェ、セパルト・ザハルチェンコの一時的な記念日ザハルチェンコは、2018年8月31日に、ドネツクのプルシキン大通りにあるカフェ、セパルで起きた爆弾による爆発で死亡した。速報によると、DPR の財務大臣、アレクサンドル・ティモフェーフも爆発で負傷した。DPR と、 ロシア連邦は、ウクライナ政府当局を非難したが、キエフの当局者はこれらの非難を認めず、ザカハルチェンコの死は、d p r の内乱の結果であると述べた。最初の報告では、ドミトリー・トラペズニコフ副首相が、ドネツク人民共和国の代行トップに任命された。葬儀と慰霊祭は、ドネツクオペラバレエ劇場で9月2日に、予定されていた。 3日間の追悼期間が9月1日に宣言され、領土での進学年度の開始は9月4日まで延期された。式典には、南オセチアのアナトリー・ビビロフ大統領、クリミア共和国トップのセルゲイ・アクショノフ、ロシアの議員、ナタリア・ポクロンスカイアが参列した。ロシアのウラジミール・プーチン大統領は、ザハルチェンコの家族に哀悼の意を表し、彼の死を、 卑劣な殺人と呼んだ。ロシア外務省の公式広報担当者のマリア・ザハロバは、ますます速い速度で全面的な惨事の危機に駆り立てていると主張して、ザハルチェンコの死について、ウクライナを非難した。クリミア共和国の住民は、首都シンフェロポリの中央広場で、彼の肖像画に花を手向けて、ザハチャチェンコの名声を称えた。 ルハンスク人民共和国のトップ代行であるレオニード・パセチニックは共和国の追悼式でザハルチェンコに敬意を表してアレクサンドル・ザハルチェンコが掲げた闘争の旗は決して落ちることはないと述べた彼はまたドンバス地域はザハルチェンコの殺害を許さないと述べたありがとうございます